スレイヤー使いの小沢さんが一時期白目使ってたんで、今から勧誘してね、カンポップ小沢でチーム民主党を作って欲しいですね、欲しいですねとかまず。まあとにかく大将の出陣となりました。国を治めるカン、本名10割バレてます。まあ本人が別にいいんじゃないですかって言ってがいいでしょうね。さて体力リードを取っていたこの時だけだったんですが、どうまで食らってしまってラークインスタート。カウンターサルトで時間がかかって走る勝利は、今のはちょっと美味しいか。空中にいた誤解してゲラーに舐め通ったが斬首がつかる。でもこういうところのアドリブはさすがですね、国を治めるだけありません。これラークイン終了、体力は若干国を治める感が有利。いやー、対空取りたかったけどこれは辛い。ゲランが通って、あー見せられるでしょう。一本選手は国を治める感、もう総理でいいですかね。さあそして2ラウンド目ですか。まあこの組み合わせは本当に決めたいなあ。ですはい、では試合に戻ります。まあさっき言っただけど、この組み合わせは割とツバキがいけるっちゃいけるんですよね。まずチャージをしやすい、そして、まあ、荒くには何でもない上から攻めるしかないんだけど、ツバキは耐久そのものは強いからね、といったそばから飛び込み通されて今後はスタート。まあ、強い耐久技1個持ってるぐらいで荒くにのジャンピー全部耐えるんだったらね、荒くにはここまで勝ってないから。あとそうね、空中制御が多すぎるからね。氷がカウンターして、ジェミーがブラマリーガーク、これはたまらずバースト使って、いやーちょっとこれはしんどいですね。ガン逃げですね。はい、総理のガン逃げで、総理がガン逃げですね。